皆さんこんにちは。大阪府のプレイズレポーター京阪グレッシャペルの牧師キッズ&ファミリーサポートミッション略して KFSM の浜本です。 KFSM は次世代を担う子どもたちへの伝道、信仰継承、そして地域教会の活性化を覚えて、諸教会がさまざまな賜物を分かち合い一致団結して、この選挙困難と言われる時代を乗り越えていくことを願って結成された長教派の団体です。はじめにキッズワーシップ集会アライジャパンについて簡単にご説明いたします。キッズワーシップ集会とは、子どもたちによる子どもたちのための参加型の賛美集会です。そしてアライズはシンガポールの一人の牧師夫人に与えられたビジョンから始まった長教派で行う世界の子どもたちのための働きです。今年もアライズの呼びかけを受けて KFSM が日本の受け皿となり、次世代の教会を担う特に4歳から14歳の子どもたちのために熱い祈りが世界中で捧げられます。今年も世界各地で4月にアライズの集会が行われ、世界中の子どもたちが心を一つにして大好きな神様に元気いっぱいの賛美を捧げ、またそれを見守る大人たちが彼らの成長と信仰継承のために熱い祈りを捧げます。つまり子どもたちによる賛美と子どもたちのための祈りが世界を一周するという壮大なプロジェクトです。KFSM 主催のキッズワーシップ集会アライジャパンは今回で3回目となります。第1回、第2回ともに子どもと大人合わせて400名以上の参加者が与えられ、毎年会場に子どもたちの賛美が響き渡っています。今年は4月12日土曜日午後3時から大阪市立朝日区民ホールで開催されます。賛美だけでなくダンスあり、ゲームあり、メッセージありの盛りだくさんの内容で皆様のお越しをお待ちしています。ただいまその前哨戦として大阪府と兵庫県下の合計6カ所でプレ集会を開催しています。プレ集会では集会の趣旨、アピール、テーマソングの発表、振り付けダンス、ゲーム、メッセージがあります。まずはお近くのプレ集会にご参加いただいて、集会の参加意識を高めていただき、また子どもたちと一緒にエネルギッシュで楽しい集会を体感してみてください。 CS 教師の方にも子ども会や教会学校などで使っていただけるような新しいアイデアも満載です。日程などの詳しい内容は KFSM ホームページからもご覧になれます。ぜひこの機会をお見逃しなく。 KFSM では今後も次世代を担う子どもたちへの伝道と信仰継承、そして次世代の教会のリーダー育成というビジョンを持って、子どもから大人まで家族みんなで参加してもらえるような集会やセミナーを企画していきます。すでに夏にはゲームキャンプ、秋にはフェスティバルを計画中です。関西の諸教会から始まって日本全国の諸教会へと、子どもたちの元気いっぱいの神様への賛美が満ちあふれることを期待して、力強く一緒に祈っていきましょう。ぜひ4月12日土曜日キッズワーシップ集会アライジャパン、そしてそのためのプレ集会にご参加ください。以上、大阪から浜本がレポートいたしました。